滝義彦は愛知県出身のプロ野球選手。名古屋商業から名古屋外国語専門学校へ進み、愛知とヨタ自動車に入社。1952年に毎日オリオンズへ入団。しかし、思うような成績が残せずに1954年にこの年に創設された高橋ユニオンズへ移籍する。浜崎晋司監督は開幕戦の阪急戦の先発にこれまで 実績のなかった滝を開幕投手に指名した。この試合、滝は4回まで本塁打による1点で抑えたが5回に捕まり降板した。チームはこの試合敗れている。その後も先発として投げ、最終的に55試合に登板し、16勝を挙げる。自身としても初の2桁勝利であり、これはチームでもトップの成績だった。 翌年もユニオンズの先発陣の一人として9勝。ダイエーと合併した1957年は13勝を挙げ、3年ぶりの2桁勝利を記録した。毎日と合併した翌年からは出場機会も減り、1959年を最後に引退した。サイドスローからスライダー、カーブ、シュート、ドロップを武器とした。2017年3月18日午後11時19分。 慢性閉塞性肺疾患で死去。87歳没。滝の没後、ナムサン大学の後輩である中京テレビ放送のアナウンサー、佐藤圭が2020年に滝の評伝として無名の開幕投手を出版した。昼間豊賞、高橋ユニオンズ OB 会を永遠に、スポーツ放置、放置新聞社、 http://weblog.hochi.co.jp:/hiruma:/2017:/11:/pos.t-86a0.html2017 年12月22日閲覧。昼間豊章。ズームイン。朝。の、名物アナが、野球本を書いた。た 無名の開幕投手、滝義彦の奇跡、スポーツ放置、放置新聞社、https、放置、ニュース、アーティクルズ、2020万 1211-8-1-t5196-html2010 年12月11日、閲覧、ありがとうございます。